はいどうも、けまいです。今回なんですけども、2023年下半期激アツゲーム紹介していきたいと思います。はい。いや、もう2023年もね、もういよいよもう下半期に入ってるわけなんですが、まあ上半期もめちゃくちゃ神ゲーラッシュあったんですが、下半期もね、負けてらんねえぞというところで、めちゃくちゃたくさんね、ここからもゲームが発売されています。まあそんなゲームの、まあリマインドじゃないですけども、まあここからいいゲームたくさん出ますよっていうところを、まあ5つほどね、紹介していきたいなというふうに思いますという感じで、まあ、今回はそんなゲーム紹介をやっていくんで、あ、こんなゲームあるんだとかね、あ、そういやこれあったなみたいな感じで見てもらえれば嬉しいんでよろしくお願いします。さあ、というわけで早速ね、やっていくわけなんですけども、まずは1本目。アーマードコア6、2023年の8月25日に発売となっております。先日僕のチャンネルの方でもゲーム映像を見るみたいな感じのね、動画をやったんですが、いや、めちゃくちゃ面白そうですね。正直僕はこのアーマードコアっていうゲームに対して全く知識がないので、ここでね、まあこういうゲームですよとかね、言うよりは多分皆さんの方が分かってるんじゃないかなと思うぐらい、あんまないんですよ。ただね、今回のアーマードコア6っていうゲームにおいては、いろいろ映像を見ている中で分かったことというか、まあ個人的に感じている部分なんだけど、このね、アーマードコアっていうゲームには、おそらく男の子の夢が集結しているんじゃないかなというふうに思っています。はい、基本的にはこう、ロボットで戦っていくゲーム性となっていて、自分でカスタマイズして、こねくり回して、いろんな武装とね、いろんなパーツを組み合わせて自分の理想のね、機体っていうところを完成させ、まあそれで戦っていくゲームですね。で、本当にこのアーマードコアのカスタマイズ性めちゃくちゃすごくて、例えば足の部分を変えることによって機動力は変わるし、まあ他のシステムも全部自分のパーツによって性能が変わってくるんだよね。例えばそのロックオンの範囲だとか、まあ攻撃の追尾性能とか振り向きとかそういうところが全部パーツによって細かく決まってくるっていう感じなんで、まあ自分の好きな性能っていうところと、まあ自分の好きな見た目っていうところのバランスを取るのがすごくまた面白そうだなというふうには思っています。僕も本当にアーマードコア初挑戦なんでめちゃくちゃ楽しみですね。で、結構ね、そのロボットゲームっていろいろあると思うんだけど、このゲームに関してはかなり軽快な動きができるようなロボットゲームになってるのかなと、まあ映像を見ていて思いました。まあそこら辺の機動力っていうところも話によるとね、自分のカスタマイズによって全く変わってくるらしいんで、まあそういったところもまた楽しそうですよね。まあそうですね、まあここが一番の安心材料になるのかなって思うところはあるんだけど、このゲーム開発がフロムソフトウェアなんですよね。まあやっぱりフロムといったら外れなしというか、毎回出しては評価されっていうところでやってきてる、まあ、会社ではあるんで、まあこのゲームに関してもやっぱりその一定の信頼はあんのかなというふうには思っています。まあやっぱさっきも言ったんですけども、自分でフィールドでパーツを探して、そのパーツを使ってカスタマイズして、でまあこうレーザービーム出したり、まあグレネードみたいな感じで爆発させたり、なんならこの近接格闘っていうところをやっていったり、結構いろんなことができそうですね。というわけで、まあ1本目、8月25日発売のアーマードコア6でした。さあ2本目なんですけども、スターフィールド2023年の9月6日に発売となります。まあいつ出るんだと言われていましたが、ついにもうこのゲームに関しても目前となっております。スカイリムとかフォールアウトが作っているベセスダの最新作となっているんで、まあめちゃくちゃ期待度は高いですよね。なんといってもやっぱりこのオープンワールドの作り込みっていうところに関しては、もうこのベセスダは業界最大手なんで、期待できるんじゃないかなと思うんですが、まあ、どんなゲームかっていう話なんですけど、まあ、ここもね、やっぱり男の子の夢背負ってるなと思う部分があって、まあ、自分でこの宇宙船をカスタマイズして、その宇宙船を持って、宇宙を旅しながら冒険していくっていう、まあ、そんな感じのゲームに捉えてもらって差し支えないかなというふうに思います。で、しかもやっぱね、このゲームの魅力というか、すごいなと思うのが、なんと、星の数何個あると思いますか？このゲームの星の数、なんと1000個あるんですよ。やばいですよね。とんでもない数の星があるんで、まあ、その星々を自分の宇宙船で旅するっていうところはめちゃくちゃ面白いと思いますし、あとはまあ戦闘に関してもね、こう打ち合いとかでかなり手応えありそうなんで、まあ、そういったところも楽しみですよね。まあ、とにかくやっぱりオープンワールドで世界観めちゃくちゃこだわっていて、やっぱりフォールアウトとかエルダースクロールシリーズもそうなんだけど、ロールプレイっていうところがめちゃくちゃ楽しいゲームなんで、まあ、このゲームもね、もちろんそこはしっかり楽しめるんじゃないかなというふうに思います。あとはこのベセスダのゲームですごい重要な要素になってると思うんですけども、キャラメイクっていうところもすごく柔軟にね、できるようになってるみたいなんで、ここもすごい楽しみですよね。はい。で、やっぱ一番大きいのは日本語でしっかり楽しめますよっていうところが、まあ、一番でかいんじゃないかなというふうには思ってます。まあ、かなりね、日本語吹き替えっていうところまでしっかりやられていて、まあ、ただね、文字だけではなくて吹き替えまでやっているんで、この手の結構ストーリーが重要だったり、ロールプレイに勤しみたいなっていう感じのゲームにおいては、この日本語吹き替えっていうのはめちゃくちゃ重要かなと思うんで、ちゃんとね、そこまで手が届いてるっていうのは我我々日本人からしてもすごくね、入り込みやすいんじゃないかなというふうにはね、思ってますね。というわけで、2本目は9月6日に発売するスターフィールドでした。さあ、3本目。こちら僕の趣味枠ですね。ペイデイ3。2023年の9月の21日に発売します。はい、ペイデイというゲーム皆さんご存知でしょうか？ペイデイ2っていうゲームがね、今かなり長いこと遊ばれているゲームなんだけど、ようやく3が発売します。で、これ何するゲームかっていうと、基本的には強盗するゲームです。だから銀行強盗とかをしながらお金を貯めていって、自分のキャラクターを育成していくみたいな感じのゲームなんだけど、これがめちゃくちゃ面白いんですよ。で、これね、一人でやるのも結構おもろいんだけど、やっぱフレンドとやるとめちゃくちゃ面白くて、フレンド同士でちゃんと事前に作戦を立てて、俺こっちの裏側から回って、この制御塔のところを制圧するわみたいな感じでこう作戦立てながらやっていくとか、強盗って言ったらすげえ銃ぶっ放して、ゴリ押しで襲っていくっていうところをイメージすると思うんだけど、そういったプレイももちろんできるんだけど、ステルスっていうプレイもちゃんとできて、こっそり煙を立てずにお金を盗んで逃げていくっていうこととかもできるんですよ。そういったかなり幅広いね、強盗の遊びができるっていうところが、このゲーム面白くて、そんなペイデイの最新作がね、ついに発売されるんで、僕はめちゃくちゃ楽しみにしています。多分ね、ここまで強盗っていうところをしっかり突き詰めているゲームって他にはないんじゃないかなというふうにも思いますし、やっぱさっきも言った通り、強盗を準備するっていう段階からすごく面白いし、あとはその強盗を繰り返すことによってお金を貯めて自分のキャラクターを育成したり、新しいパークを取ったりっていうところにも、またちょっとランダム性とかもあったりして、すごい面白いんですよね。なんで、やり込みっていう面でもかなり強いゲームかなというふうには思います。あとは基本的にコーププレイのゲームなんで、協力して戦っていくんだけど、敵の CPU、しっかり強いんで、そういった、打ち合いの手応えっていうところも、一応敵は CPU なんですけども、しっかりあるっていうところが、このゲームの魅力かなというふうに思います。ちょっとあんまり知名度もないかなと思うんで、ぜひ皆さんゲーム映像とかね、調べてみてみてください。というわけで、2023年9月21日に発売します、ペイデイ3でした。さあ、続きまして4本目、マーベル・スパイダーマン2。2023年の10月20日に発売します。このゲーム言わずと知れた、プレイステーションの神ゲー、マーベル・スパイダーマンの続編にあたるゲームなんですけども、めちゃくちゃ面白そうですね。前作の時点で、ほぼほぼ完成していたんだけど、今作は PS5 っていうところに最適化されていて、よりこの映像っていうところが綺麗だったり、いろんな表現が豊かになったんじゃないかなというふうに思っています。で、このスパイダーマンっていうゲームの面白いところ、どこが一番面白いかっていうと、移動なんですよ。はい。オープンワールドのゲームなんですけど、このゲーム。やっぱオープンワールドのゲームって結構移動がだるいなって思うことあるじゃないですか。遠いところに移動するのに、ファストトラベルとかを使って、最終的にはポン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 ね、移動することになるのが、いつものオープンワールドのゲームかなと思うんですが、このスパイダーマンに関しては、そのね、オープンワールドの移動が楽しいんですよ。ニューヨーク、マンハッタンのですね、この街中っていうところを、ピュン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 雲糸飛ばしながら、めちゃくちゃなスピード出して、移動していく面白さっつったら、これ他のゲームではもう替えが利かないんですよね。で、最高におもろいのが、距離によってはなんですけど、一応このゲームにもファストトラベルはあるんだけど、ファストトラベルを使うよりも、自分がうまく、スパイダーウェブを使いながら街中を移動していくことによって、ファストトラベルなんかよりも早くね、目的地にたどり着くみたいなこともできるんですよ。そういう感じで、移動っていうところがね、めちゃくちゃおもろいんですよね。もちろん戦闘もすごい面白いんですけど、このゲームの一番の魅力というか、爽快感あるポイントって言ったらやっぱり移動かなというふうに思います。はい、というわけでね、4本目なんですけど、2023年の10月20日に発売します、マーベル・スパイダーマン2でした。さあ、そして最後になるんですけども、5本目、スカル&ボーンズ2023年の12月31日に発売するらしいです。はい、らしいっていうのも、ここまで本当に何回も何回も延期を繰り返して、2023年中に発売しますよって言っていて、で、最終的に告知された発売日が12月31なんですよ。はい、もう2023年ギリギリっていうね、もう駆け込みっていうところで、そんな発売日なんで、もう実際に発売されるかっつったらちょっと僕も保証はできないんですけども、一応そういう発表がありますよと。どんなゲームかっていうと、自分が海賊で成り上がっていくっていうゲームなんですよね。オープンワールドのめちゃくちゃ広い海を海賊で成り上がりながら旅していくっていう、そんな感じのゲームとなっています。これめちゃくちゃ面白そうなんですですよね。で、戦闘に関しても、やっぱりその肉弾戦ではなくて、船対船っていうところをやっていく感じです。なんでまあそういったゲームも、まあ昨今あまり多くはないので、そういったところでも結構目を引くものはあるんじゃないかなと思います。まああとはこちらのゲームもね、次世代機専用となっているんで、その海の表現とかもめちゃくちゃ綺麗で、まあ映像の面でも結構期待度は高まっているんじゃないかなというふうには、個人的にはちょっと思ってますね。まあやっぱり僕も男の子なんで、その海賊とかそういうワードにもね、惹かれてしまうんですよ。こんな感じでまあ海賊オープンワールドのスカル&ボーンズ、12月31日に発売するらしいんで、ぜひ皆さん本当に発売するかどうかチェックしといてくださいという感じで、以上5本紹介してみました。はい、というわけでやってったわけなんですけど、どうですかね。いや、2023年ちょっとね、対策ゲームが多すぎるんですよ。冒頭でも言ったんだけども、上半期だけでもお腹いっぱいなのに、下半期でまだまだこんだけ出るし、これもまた氷山の一角なんですよね。正直まだまだ他にもね、紹介したいゲームたくさんあるんだけれども、まあ、今回はここまでとしたいと思います。というわけでも今回これで終わります。この動画が良かったらためになったらなんか知んないけど、最後まで見ちゃいましたよっていうそこのあなたや、たまたまおすすめや検索からたどり着いた、そこのあなた、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。このチャンネル毎日ゲーム関連の最新情報とか、おすすめのゲーム紹介とかバシバシ動画投稿しています。皆さんみたいなゲーマーに登録してもらえると、僕としてもモチベーション爆上がりしますし、あとはいい情報をね、いち早く皆さんにお届けできるんじゃないかなと思うんで、ぜひよろしくお願いしますって感じで、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。